皆さんにですね、お知らせからちょっと行こうかなと思います。お知らせ事項でございます。えー、最初はですね、千葉のお知らせなんですけども、千葉の方がですね、12日月曜日で申し込みを締め切りました。まあ、予想を超えるですね、申し込みをいただいたので、 まあ、沢会の趣旨などを考慮して、今回は終了したという申し込みを12日付で終了しましたということで報告がありました。で、もう一つがですね、沢会で日本一集まれ in 大阪ということで、ムスリムの脅威を知り私たちにできることをテーマに8月25日日曜日13時から開始、15時終了予定で大阪市内で行います。参加費はお一人様2500円。8月の20日締め切りで当日責任者にお渡しください。1万円札は両替してくださいということで、 申し込み問い合わせ先は大阪アットジャパンファーストネット。まあ、こちらはですね、えー、公式サイト。 日本大使の公式サイト、あるいはドロンパの一人ごと行動するご主運動のカレンダーなどに記載されておりますので、そちらで確認をしてくださいえ。懸命に沢会参加希望と明記の上、氏名、住所、電話番号を添えてお申し込みください。主催は日本大使と大阪府本部、現場責任者は本田香織になっております。あの、こちらなんですけどもね、一昨日だったかな。あの、連絡が来まして、人数がですね、えー、結構集まってきてるそうでしてね。 多分過去最高じゃないかね。まあ、沢会なんですけれども、14名だったかな。確か14名って書いてたような気がします。14名ぐらいのね、人たちが集まってるということですので、なんか20名近くになったら打ち切るということらしいです。 8月20日前でも20名近くになったら終了しますっていうことで、こちらの方に連絡がありました。まああんまりね、人が集まりすぎても話ができないんですね。まあですからね、これをどんどんやれば、まあ千葉もね、まあ結構な人数が集まってるということでね、まあ関東での沢会というのは本当にね、多分日本第一党を打ち立てて、日本第一党の名前で沢会、千葉でやるのは初めてのはずなんですよ。東京でも私の記憶にないですからね、あの、まあそれで人が集まるんだろうなと思います。 まあだからね、それ集まった人たちにね、あのー、皆さんもね、多分参加するっていう人たちもいるでしょうから、まあぜひね、日本大使党の党員になってくれよっていうことでね、ね、お勧めしていただければと思います。まあこれ日本大使党本部の主催ですの。日本大使党の各県本部の主催ですのでね。